これから暑くなると太陽光発電に最適な季節になりますね。特に東京都は小池知事が新築の住宅に事実上太陽光発電を義務付けるということになったので今年は太陽光パネル売れてますねで。今年の特徴はそれと一緒に蓄電池を売るコマーシャルがたくさん出てることですね。で、 これはその原理としてはですね、ここに図がありますけど、太陽光の電力はこの青い線で、えー、普段使うのがこの点線の赤い部分だとすると、昼間は消費電力よりもたくさん発電するんですね。だから電力余ってるわけですね。それを蓄電池に充電して、で、夜にはその充電した蓄電池から、あの 放電して、えー、電気を使うというのが蓄電池の原理なんですね。で、これはまあ住宅ではおそらく、その、太陽電池そのものが100万円ぐらいのお家だと、蓄電池は200万円から300万円とかなり高いんですね。だから蓄電池をつけると24時間も、あのー、 2 0時間全部は供給できないと思うけど、1日のかなりの部分を供給できるようになるんだけど、その代わり、そのコストを元を取るのには、こう20年とかですね、かかる可能性がある。だから、蓄電というのは、コストが今のところものすごくかかるということが問題。で、これは業務用ではもっと大きな問題になるわけですね。業務用のメガソーラー、 と言われるようなあ。あいうソーラーパネルも同じように1日のうち3時間ぐらいしか使えないわけですね。あとの20時間ぐらいは他の火力とか原子力で補っているわけですけれどもまあ、最近ね。その再エネの電力を蓄電所っていうのを作って、そこにこう充電するという、まあ、実験が一部で行われ始めましたね。で、これ自体はいいこと。 だと思うんだけど、問題は、あの、蓄電池っていうのがものすごく高いことなんですね。さっきも言いましたように、住宅で言うとおそらく、太陽電池の3倍ぐらい蓄電池の値段はかかってしまうと。そうすると、そのコストを誰が負担するのか、という問題が起こってくるわけですね。で、これは普通に考えたら、火力とか原子力には蓄電池っていらないわけだから、 蓄電池が必要ななのは再エネ業者しかいないわけですよだからこれからその中電所をねその、まま、国なんかを補助して作るのはいいんだけどそのコストは全て再エネ業者が100%負担しないといけないわけですね理屈の上ではつまりさっきの昼間蓄電した電気を夜あの 発電するっていうふうにこうピークカットするっていう機能は再エネ業者にとってはメリットはあるけど、火力にも原子力にとってもまた意味ないわけですから、そのコストは再エネ業者が負担するのは当然ですよね。ところがその原則がまだはっきりしてないんですね。特に今問題になってるその第7次エネルギー基本計画でもですね、蓄電っていうのは非常に強調されてるんだけど、そのコスト負担を誰がするのかと。 いうことがまだはっきりしてないわけで。で、この問題はものすごく重要でね、さっき申し上げたように蓄電のコストはものすごく高いですから、それを再エネとワンセットで考えると、彼ら力とは原子力よりも再エネの方がはるかに高いんですよ。今まで再エネが安いって言ったらその1日のうち3時間だけのことを言ってるわけで、あとの20時間蓄電するコストを考えたら、再エネの方がはるかに高いんですね。 だから、まともにそれを負担すると、3エネ年はマーケットで競争できなくなるっていうんで、3エネ0年たつコースの人たちは、そういうね、無理なこと言ってたわけだけど、まあ幸い、あの人たちいなくなったから、これからね、さあ、蓄電のコストを誰が負担するのかという問題が非常に大きくなってくるわけですよ。で、これをね、曖昧にしちゃいけないのは、例えば、ア,アメリカのカリフォルニア州っていうのは、蓄電を全面的に導入してですね、 もう場合によっては、そのサイエネット蓄電池で、えーもう100%供給できるということがね、夏にはできるようになったそうですけど、まあそれは結構なことなんだけど、その代わり、その蓄電のコストを ISO という州の機関が全部負担して、それを全消費者に負担させたんですね。日本でいうと、送料ソ送料金みたいな形で、あの、負担させたもんだから、カリフォルニア州の 電気料金っていうのは、全米平均の2倍になっちゃったわけです。で、これがね、その、蓄電を導入する場合の極めて大事な問題で、これから、日本はまだね、それほど蓄電がないんだけど、これから蓄電を導入するときに、それを、その、送電側のね、あの、まあ、首都圏でいうと、東電パワーグリッドっていうね、ああいう送電会社がそれを、 負担すると、消費者全員にそのコストが乗ってきますから、それは絶対やってはいけない。再エネの発電業者が全て負担する。それは、さっき申し上げたように、再エネにしか蓄電のメリットはないんだから、再エネが蓄電のコストは100%負担するという原則をはっきりさせないと、カリフォルニアのように電気代がどんどん上がるということが起こると思います。